西原西閣本町二二重牧のの三人は知れぬ国土伊勢に浮き波釣り針屋お経の中にも命は水の上の泡のようなものとございますが波は風が立たせるもの人は友がそそのかすもの伊勢の国は蕎麦という大きな港に出先の島内という男貧しいながらも釣り針を作る仕事をしておりました一人息子はす助 ウキの習いとして、親は子を思い、子は親に孝行を尽くしております。この海辺に近頃カンベアという成金が、幸せ丸という大きな船を作りまして、江戸まで行っては商売をする。その乗組員として若いものをたくさん募集いたしておりました。 ト介スケも家業の釣り針作りをやめてこの船に乗りたいと申します。両親はもう反対。そんな遠くまで船で行くのは死ぬか生きるかの大変な仕事。なんとか思いとどまれと泣いて止めます。それでもト介スケお江戸を見たいと今回だけはとおわみ倒して船に乗って出て行ってしまいました。 それからというもの、両親は風の夕暮れ雨の朝、心配しないということはなく、神や仏に願をかけ、自分のご世など忘れたように我が子の無事を祈ります。翌年の春、船は無事に戻ってきて、両親と東介も再会、祝いの酒を酌み交わしつつ、もう二度と親の思いに背くやのことはしないからと、言葉では言うものの心の底ではなかなか諦めのつくものでもございません。 欲は人の常、恋は迷いのもとと申します。実はトウスケ伊豆の下田の遊女と再び会う約束をしておりましたものですから、こっそりと家を抜け出し、誰にも挨拶もせず、たまたま着合わせた船に乗り込むのでありました。 秋風は恐ろしく、嵐がやってまいります。沖に出た頃から大風が吹き荒れ、この船、9日間も漂流した頃、浅瀬に船を乗り上げました。乗っていた人たちも一安心して辺りを見渡してみると、草が茂っている中を、角が後ろ向きに生えた獣がいます。どうやら水牛のようです。その他、人の形をしているのに羽の生えているものや、声は犬のようで耳が3メートルもある獣、 奴隷として見たことがないものばかりで、それはそれは恐ろしく、船に乗っていた30人の男たち、皆泣くばかりで一日が暮れるのでした。 米はあるが水がない。喉が乾くので、積み荷の酒を組み交わし、こんな状況なのに、酔えばしばしのうさわらし。小歌を歌う者も,もあれば、お経を唱える者も,もある、浄瑠璃を語る者も,もございます。酒を飲めないゲコたちは、旅のすずりに涙を注ぎ、神仏に祈る言葉を書いております。小判を取り出しては感情している者も,もある。 いつ果てるかもわからぬ命。やれ足が当たったと口論し始める者もいれば、来年の正月のことを算段する者もいます。あれこれ思ってみたところでどうすることもできないのだという今の状況を思い出せば、誰も彼も涙に打ち沈むほかございません。再び、 強い波に流され、船はまたしても遠くまで運ばれます。やがてついたい袖には綺麗な水がいく筋も流れていて、木々には五色の玉がキラキラと輝いているではありませんか。男たちは我も我もと水で喉を潤すと、その玉を拾い始めます。ふと気づけば、千人のような老人が、それを取ってはならん。すぐに船へ乗れ、と言います。 トースケだけはその言葉も聞き入れず玉を拾い続けておりましたところ、ドッと吹きつける風。これは神風だったのでございましょう。あっという間に船は伊勢の大淀の浜に戻っておりました。 唐助だけは島に残され、船に乗って戻った男たちは、事の司祭を唐助の両親に語ります。両親の嘆くこと嘆くこと、5年ばかり嘆き泣き暮らして、二人とも死んでしまったのでした。さて、唐助は島に残されていたのですが、見たこともない人々に捕まって檻の中に入れられ、銅の柱に逆さまに釣られ、油を絞り取られているのでした。 生きながらに地獄の攻めくでございます。弱れば薬を与えられ、息を吹き返せば絞られ、何日も何日もそれが続くのでございます。何日か過ぎたことでございましょうか。日本から空かに渡った僧がこの島にやって参ります。トウス助が釣られているのを驚いて見ていると、トウス助は自分の右の小指を噛んで、その地で左のたもとに事情を書いて僧に見せます。自分は小国伊勢の飛ばの者、 思わざる嵐にあってここに流されこのような目にあっております。ここは高血状という恐ろしい国なので命を取られぬよう。高血とは絞り染めのこと。絞り染めを作る時のように絞り上げる城という意味なのでしょうか。そうは驚き、すぐにそこから立ち退いて、やがて修行が終わって日本に戻ってから、この話をするのでした。 聞く人は皆涙を流しながらも、この東助の不運は全て親の言うことを聞かなかった罰だなぁ、と思うのでございました。